ンプデービッドで、初の外国人首脳を招いての日米韓首脳会議が開かれ、極東アジアでの連携が図られる。そんな中、ロシアが日本の防衛白書を痛烈批判している事実をキャッチしまいた。今回は、ロシアが日本の防衛白書で何を言っているのか深掘りしていきます。ロシアに関係ないだろうとも感じますし、韓国の西側諸国寄りに戻り、次はどんな展開が起きるのか。今のところいいですが、もう一期ユン大統領がなってくれるのを願いますが。令和5年度、2023年度、韓の防衛白書は、この7月28日に行われた現、岸田政権の閣議によって、その内容の承認を受け、昨年2022年末に、同様な動きを経た、いわゆる安全保障関連の3文書と同様に、日本の防衛政策の現状を記述している。日本の防衛白書自体は、1970年に、当時の防衛庁が初めて作成した公文書であり、実に今年2023年で半世紀上の長きにわたる歴史を持つが、日本自体が置かれた安全保障環境は、この間に大きな変化にさらされている。まず、1970年当時といえば、アメリカと旧ソ連との二大陣営による冷戦が真っ最中の時期であり、日本の安全保障上の最大の脅威である仮想敵国はといえば、旧ソ連がほぼ唯一想定されていたと言っても過言ではないだろう。その後1991年に旧ソ連は自然崩壊を迎え、いわゆる冷戦構造はそれ以後は解消された形となり、日本を含む西側諸国、その盟主たるアメリカも軍事力の削減に舵を切るなど、世界の安全保障環境も落ち着きを見せたかに感じられた。しかし、その後の2000年代以降は、改革開放路線を推進した中国が驚異的な経済発展を見せ、それを源泉とする軍事力や政治的な影響力を高め、西側諸国の大半が期待した。やがて、同国が民主化に向かうだろうという考えは完全に誤っていたことが、明確になった。中国は国力と軍事力の拡大を背景に、南シナ海や東シナ海方面への支配権の拡大を続け、より明確に軍事力の行使も辞さない台湾統一の実行を志向しており、それと同期して日本の南西諸島方面への進出も強めている。また、旧ソ連の崩壊で構成国の一部、独立等で失陥した後継国家たるロシアは、豊富な石油や天然ガス等のエネルギー資源を有することから、その世界的な高騰を背景に自国経済を立て直し、再び軍事大国としての立場への回帰を果たしている。こうしたエネルギー資源の世界的な価格高騰に支えられて、ロシアはプーチンの指揮下で、かつての半島を取り戻すことを標榜しており、こちらも融和政策によって西側諸国側に止めておくという思惑は完全に外れた。そして北朝鮮だが、こちらは1991年の旧ソ連の崩壊に伴い、経済的な危機に陥ったロシアをうまく利用し、自国の核開発に必要な技術の入手を同国から進め、アメリカを直接攻撃可能な核戦力を有することで、国家の存続を図っている。こうした現状を踏まえて、2022年末に出された、いわゆる安全保障関連の3文書では、日本にとって、ロシアは、差し迫った脅威、北朝鮮は、持続的な脅威だと表現しており、その動向に、最大限の注意を払うことを訴えている。そこにおいては、中国はといえば、対応を絶えず迫ってくる挑戦と記述されており、尖閣諸島の周辺海域への中国公船の侵入の常態化等を鑑み、
ロシアや北朝鮮以上に警戒を怠ることのできない存在だと示唆している。このような世界情勢の現状を鑑み、令和5年度、2023年度版の防衛白書では、日本を取り巻く安全保障環境が、第二次世界大戦の終結以降でも、最も厳しい状況に変化しているとの認識を示す記述となっている。具体的には、日本を含む人権や民主主義等の普遍的な価値と、それらを土台とした政治、及び経済の体制を否定する国々が影響力を拡大し、第二次世界大戦後の世界の国際的なコンセンサスを得ていた秩序を脅かしていると述べている。これは、具体的には、力を使用した一方的な現状変更を施行する国家の勢力が増しているものだと判断しており、ことに、日本の周辺の仮想敵国は、核兵器や長距離ミサイルの配備を、かつてない規模で推進し、軍事的圧力を強めていると指摘している。まさに、それは、中国、ロシア、北朝鮮といった国々の軍備の拡張と、その圧力の増加を指しており、加えて、従来まで、覇有時と平時としてきた状況や、脅威自体が、軍事的な分野に止まらず、情報戦等でも、侵食を受けていることに、危機感を表明している。ただし、こうした動きの中でも、やはり、昨年2022年に正起した、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、第二次世界大戦後に醸成され否定されてきたはずの力による一方的な現状変更を体現するもので、国際秩序の破壊だと糾弾している。日本からは、地理的に遠く離れた地でのロシア・ウクライナ戦争ではあるものの、これを是認することは、日本にとっては、アジアの現在の秩序が損なわれる事態につながりかねず、断じて容認すべきものではないと綴られている。また、仮に、日本を含む西側諸国が、ウクライナへの支援を継続することで、ロシアが、ウクライナを、完全な支配権に収めることに失敗したと仮定しても、ロシアの直近での影響力の低下は、国際的な軍事バランスの変化を及ぼす可能性もあるとしている。これは、ロシアが相対的に軍事的な優位性を低下させる結果となったとしても、代わりとして中国が勢力を相対的に増加させることになることを危惧したものと思われ、日本にとってはそれだけを手放しで喜ぶべき事態ではないと感じさせられる。すでに、実際に、今のロシアは、ロシア・ウクライナ戦争の開始以後、西側諸国からの経済制裁に直面しており、その代替策として、中国経済への依存を強めていると、多くの経済的な数値指標から指摘され始めている。そこから、今後のロシアは、いわば、中国の属国のような存在となり、中国自身も、アメリカの一極支配に対抗する上では、ロシアの存続を支援することは想像に難くないが、その状況を利用した支配力の拡大に進むことは確実だろう。そうした中国の影響力の増大を危惧する日本の一部の団体からは、故に日本がウクライナ支援に注力することを問題視する声も散見されており、それは相対的に、中国の今以上の勢力圏の拡大を良しとしないという理屈に立脚している。奇妙なことに、こうした中国を日本にとっての最大の脅威と考え、ウクライナ支援に否定的な見解を示す団体は、旧態依然とした左派団体はもちろん、国粋主義的な愛国団体にまで及んでおり、反米という点で一致を見ている。個人的には、日本が中国を警戒するあまりに、ウクライナ支援を控えるということになれば、短期的にもロシアを利することにしかならず、
そうした意見を積極的に支持することが、自国の安全保障を高めることになるとは、到底思えない。ただし、2003年3月に、アメリカやイギリス等の国々が、国際連合の決議を経ずに、イラク戦争を強行したことは、今のロシアのウクライナ侵攻における、同国の行為の正当化への口実に用いられるなど、大きな禍根を残した過ちであったとも思える。そもそも、日本は、第二次世界大戦を迎える前には、ヨーロッパを、ドイツ、ユーラシア大陸を、ソ連、北米を、アメリカ、アジアを、日本が支配権とする構想を持ち、その確立を目的としていた経緯もあり、大局を見誤った過去も否定できない。ちなみに、今回の日本の令和5年度、2023年度、版の防衛白書の内容を受け、ロシアのザハロワ外務省情報局長は、自国を敵視する日本の態度を非難し、第二次世界大戦時に、日本がドイツの同盟国であった過去を激しく批判している。そんなロシアがかつて旧ソ連だった時代には、自らがドイツと1939年に独ソ不可侵条約を締結して、ポーランドを分割して占領したした事実については、どのように考えているのかをぜひとも聞いてみたいものである。そんなことが実現不可能なことは、十分に認識はしているものの、今も、ロシアが、敵対者にレッテル貼りをし、自己を正当化する手段としているナチスドイツと、自らが手を組んだ過去をどのように説明するのかに、興味は尽きない。